クイズ作家の古川洋平です。これは私から皆さんへの挑戦状です。この謎が解けますか？なぜこの謎を作ろうと思ったか。実はですね、たった今ものすごく面白いミステリー映画を見たんです。大ベストセラー小説完結編の世界同時出版のため、完全隔離の洋館に9カ国の翻訳家が集められます。ところがある夜、極秘扱いの原稿の一部がネットに流出してしまうんです。一体誰の仕業なのか。9人の翻訳家、囚われたベストセラー。私このクイズ作家という仕事上、いろいろなクイズを解いてきたんですけれども、今回は本当に最後まで謎が解けなかった、本当に最後までわからないどんでん返しの物語でしたね。今回の映画はダン・ブラウンのダヴィンチコードとか映画化もあったと思うんですけれども、それが実際出版されるときに翻訳家が地下室に監禁されたような状態があったと。今回はそういう特異な状況で起きたからこその最後のどんでん返し、解けない謎があるので、その部分が見どころだと思いますね。監禁されているけど、監禁しているのが悪人じゃないっていうところが本当に珍しくて、こんな状況で起こるミステリーは他にないと思います。さあ、ということで問題です。この謎があなたに解けますか？そして映画公開に向けて5問の謎を作っていきます。すべての謎を解いて映画を見ると、驚愕の真実があなたを待っています。ぜひ挑戦してください。これから映画の公開に向けて、今ご覧いただいているこちらの動画、映画公式ツイッター、さらに新聞広告で計5問の謎を出題します。5問の謎の答えを集めると、最後の謎を導き出すことができます。最後の謎は映画の本編を見ないと解けないようになっていますので、映画をご覧になった後で最終回答を映画公式ツイッターアカウントに DM でお送りください。最終回答はカタカナ3文字となります。正解された方の中から抽選で Amazon ギフトコードほか豪華賞品が当たります。映画9人の翻訳家、囚われたベストセラーは1月24日金曜日公開です。皆様の挑戦待ってます。